どうも、アイチです。皆さんは消費者っていう言葉を聞いたことありますでしょうか？まあ、漢字の通り消費する人のことを消費者と呼ぶんですが、もっと身近なところで言うと商品を買う人ですね。だから私自身もそうですし、皆さんも普段買い物されると思いますので消費者なわけです。去年の年末に消費者フェスタっていう消費者教育っていうもののイベントがあって、そこに出させてもらったんですが、その時に私を含めて登壇者の人と、あとご来場いただいたお客さんたちとで、だからクイズをね出してもらって答えるっていうイベントだったんですね。で、私自身も結構こう勉強になったなって思うことがあって、でこれからまあ特に学生の皆さんにこう知っておいてほしいなって思うことも多かったんですよ。で、主催の方たちといろいろ話をしてたら、今回の問題使っていいですよって言っていただいたので、この後にクイズを出していきます。で、すでにね、じゃあ知ってるよっていうこともあるかと思うんですが、まあ、再確認も含めてぜひ消費者そのね教育で、あ、フェスタでやった問題を学んでいってもらえたらと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。ぜひ学生の皆さんはここでねちょっと勉強したことをこっそりね家族だったりとか友達に出してみて、え、知らないのみたいな、そんなね上からし目線になんなくていいんですけど、ぜひ他の方にも共有してもらったりとか、あと保護者の方で見ていただいている方はお子さんと一緒に見ていただけると、こう会話のやりとりとか中でこうねいろいろ一緒に勉強できるかと思いますので、そんな風に使ってもらえたら嬉しいです。それでは第1問やっていきましょう。第1問、成人年齢は今は何歳でしょうか？答えは18歳。以前は20歳だったんですが、2022年の4月1日からですね、18歳に変更となりましたので押さえておきましょう。第2問、成人年齢が18歳に引き下げになったので喫煙そして飲酒も18歳から可能でしょうか？正解は×できません。成人年齢は18歳に引き下げになったんですが、飲酒喫煙は20歳から、そこは変わっておりません。ちなみに18歳からできること、20歳からできること、簡単にまとめておきましたので、ここも確認しておいてください。第3問、18歳の学生 A さんはですね、自動車の運転免許を取りました。なので車を買おうと思っているんですが、自分の名義で、18歳ですよ、自分の名義でローンを組むことはできるでしょうか？正解はできます。成人年齢引き下げに伴ってですね、ローンを18歳から組むことができるようになります。ただこれは18歳の方に限った話ではないんですが、ローンを組むっていうのは一人の判断ですると後ですごくちょっと辛い思いをすることもあります。なのでできれば周りの方、周囲の方に相談をした上で決めるように、今日人生ね今一瞬の話ではなくて、その後何年間も関わる話にはなりますので、そこをしっかり相談した上でローンを組むようにしてください。第4問、これ少しストーリーが長いんですが、18歳の学生の B さんがいらっしゃいます。で、この方はある無料サイトを見ていたんですね。でも見ていたら、気づいたらアダルトサイトにつながってしまった。つまり普通にクリックして飛んでいったら、あれ？アダルトサイトにつながったみたいなことが起こりました。そしたらそこで12万円の請求画面が出てきたんです。で、慌てて前の画面1個前に戻ってみると、このクリックを押した時点で契約に同意したものとみなすと、つまり契約したことになるからもう12万円を払わなきゃいけませんよとなってしまいました。この方は12万円払わなきゃいけないでしょうか？正解は払う必要はありません。ワンクリック詐欺とか、他のもので言うとフィッシング詐欺とか、まあ、いろんな詐欺があるわけなんですが、今回のことで言うとですね、個人情報をこう取られたんじゃないか、つまりなんか払わないまま置いておくと、もっと大きな額が家に請求が届く、でそれで怒られるんじゃないかみたいなことが焦ってしまって、で何も判断せずに、周りにも相談せずに、もう支払ってお金で解決しようと思ってしまうかもしれないんですが、基本的にそこで個人情報を抜かれるなんていうことはありません。そういうふうに見せかけて脅してるだけなので、でもし心配であれば消費者センターとかもあります。で、家族できればご家族だったりとか身近な人に相談するのがいいんですが、やっぱりそういった詳しい方に相談するのが一番なので、一人で抱え込まない、一人で判断をしない、で基本的には払う必要はないものなので、でも物によってちゃんと本当に登録、個人情報も登録してやってサービスを享受した場合は払わなきゃいけないですよ。そういうアダルトサイトでもきっとね。そうですけど、今回みたいな詐欺のものであれば払う必要はありませんので、しっかり周りに相談するっていうのを意識しておいてください。
それでは第5問、最後の問題です。学生 C さん、19歳の方はですね、街中で声をかけられて20万円で化粧品を契約しました。で、本人も高いな、ちょっとおかしい気がするなと思ったんですけども、まあ、話を聞いてるとやっぱすごくいいものだし、長い年月を見ればお得だというふうに感じたので契約をしたんです。でも家に帰ってみたら似たような商品を持っていたし、ネットで調べるとですね、やっぱり高い、これはおかしかったと思うようになりました。なので返金をしたいなと考えています。で、契約した時の書類はしっかり残っているんですが、こちら返金してもらうことはできるでしょうか。答えはできます。クーリングオフ制度というものをご存知でしょうか。これは購入仕方によって8日間だったり20日間、ちょっとね形は変わってしまうんですが、購入してから8日間であれば契約をなかったことに、つまり返金をしてもらうことができる制度になっています。皆さんの身近な方にクーリングオフ制度に詳しい方がいれば、その方に相談するのもありかと思うんですが、こういったケースって特にご家族に相談しにくくないですか。なぜかって、何やってんの、あんたバカじゃないのみたいな言われそうじゃないですか。だからやっぱりこういったのは身近な方のでもいいんですけど、例えば各地域にはやっぱ消費者センターっていうのがありますので、そこにすぐ連絡をする、おかしいと思ったら。で、なんでかっていうと、8日間でそれ過ぎちゃうと難しくなっちゃうんですよ。できなくなってしまう。だから、その遅くなる前にすぐ電話をして、こういった状況でこうこうこうなんですがって、どうしたらいいでしょうかって、プロの方がちゃんとアドバイスをしてくれますので、すぐに行動をしてください。迷ってるうちに期間が切れちゃうとできなくなるんです。で、なんでこんなに熱弁してるかっていうと、私が大学の時に100万円の詐欺に遭ってるからです。私はクーリングオフが使えませんでした。で、5年契約で100万円バイトをして払ってったんですけど、払い終わった後に親に言いました。怒られるのが怖かったんで。はい。私みたいになんないでください。本当に詐欺って思ってる以上に皆さんを狙ってます。特に大学に入学した時、大学の 1、2年生、そのあたりはかなり狙われやすいです。特に上京した方とかね。なので街中もそうですし、今は LINE とかでも結構そういった詐欺が回ってくることがあるらしいので、おかしいなと思ったら相談をする。一人で決めない、一人で考え込まないっていうのをぜひ覚えてもらってたら嬉しく思います。ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。